今日、庭の手入れ、お疲れ。お疲れ、お仕事、お疲れ様。寝てた、おはよう。じゃあ、そろそろ集まってきました。お休みだから来れたらって、今日、水曜日でお休みだったのか。よかったね。よかった、よかった。こんにちは、皆さん。こんにちは、皆さん。あ、来たかな。どんな感じ？なんかさ、久しぶりじゃない？ショールームすんの。こんな、どうしよう。なんかこんな感じだったっけ？どうしたらいいかわかんない。人いっぱいになったかな？なりましたかね？じゃあちょっと、早速ですが、前回のメンバーからの宿題をやっていこうと思います。じゃん。久保さんから、ゆなへ、カラオケのお箱はなーに？ほんのちょっと歌って、しおり。歌を素敵すぎたよ。素敵すぎたよ、だって。いやー、ありがとうございます。嬉しい、久保さんに素敵だなんて言ってもらえるなんて。カラオケのお箱なんだろうな。よくカラオケはもうめっちゃ行く。カラオケはめっちゃ行くんですけど。ああ、でも何歌うかな。めっちゃ幅広いよ。いや、そんなことないか。昭和歌謡歌ったり、平成ソング歌ったり、ランキングの今時のやつ歌ったり、昔は絢香さんの「三日月」とか「虹色」とかよく歌ってたな。小学生の頃、ちっちゃい頃「ハナミズキ」歌ったりしてたけど、お箱って言われるとなかなか思い浮かばないけど、何がいい？ なんだろうな。あ、ディズニーめっちゃ歌う。なんだろう、「アリエル」とかね。アナ雪とかいろいろ歌うかも。乃木中見てくれましたか、皆さん。そうだね。こんにちは。 そう、オーディションの二次審査で歌、なんか30秒ぐらい歌ってくださいみたいなのがあったから、自分で30秒測ってここ歌おうって決めてね、彩香さんの「虹色」を歌ったの。懐かしい。そうなんね。え、歌って大丈夫なんですか？そもそも。乃木坂の曲じゃなくても、乃木坂の曲がいいですよね、やっぱり。そうなんよ。なんかね、本当に歌える曲ってなくて。そう、モバメとかも昔は遅れたみたいだけど、最近はね、歌はちょっともう遅れなくなっちゃったからさ。ね、乃木坂の曲でも難しいから、ちょっと、本当にちょっとね、ちょっとになっちゃうんだけど、何がいい？乃木坂の、そう、アカペラでもね、難しいらしい。乃木坂の曲でお箱は、なんだろうな。 なんだろう、ちょっとじゃあ、いいよ、リクエスト受け付ける。あー、いいね。ここにはないもの多いね。懐かしい。もう1年だよね、ここにはないもの。東京タワーじゃなくて、どこやっけ、スカイツリーの。あれ、すごく好きだったな。素敵、飛鳥さん綺麗だった。そう、待って、一回。これ。飛鳥 さんといえば なんだけど、これさ、まだ見てないんだけど、中についてるブックレットみたいなやつをね、お家に帰ってね、この前開いたの、ブックレットっていうの、なんていうの？あ、合ってた。ライブ写真を多数盛り込んだ豪華ブックレットなんですけど、これがね、飛鳥さんめっちゃ綺麗で、よかったっていう、報告、ちゃんと。ちょっとごめんね。ここに私いた。マイク持ってる。そう、これだけちょっと告知。あ、2個あったんだ。知らなかった。こっち DVD だって。告知を挟ませていただきました。これは発売した？まだ。そろそろ？今日。今日発売らしいです。ぴったり。昨日届いた、だって。もう見たの？皆さん。懐かしいね。そうだね。ごめんね。宿題やろうね。お箱、何がいい？あー、いいね。あ、どっか行っちゃった。今日か。宣伝。わあ、強がるつぼみ歌ったね、昔。昨日、フラゲしました。
乃木坂の曲がいいみたい ちょっとだけしか歌えないみたい。本当はね、そうね、アリエルとか歌いたいんだけどね。これってさ、私が決めなきゃいけないんだもんね どうしよう、決めるのさ、私ほんと決断力なくてさ ごめんね。じゃあどうやって決めたらいいの、どれにしようかなとかもできないし、なんかルーレットみたいなのがあったらいいのに。どれがいい、どうしよう、決められない。直感で、オッケーオッケー、直感で。あ、アンケートっていう機能があんの 投票する、だって。いいよ いいよ、そういうのもたまにはね。じゃあやってみる？でもそれってさ、私が選択肢をまずさ決めなきゃいけないんでしょ？ 4 つとかですか、選択肢。ちょっとやってみよう。私機械系は得意だよ。じゃあ待って、先にさ選択肢ちょうだい、まず じゃあ1な、流れてこなくなった。あ、来た来た。命の冒涜1。2。次は？あとは？何がいい？ここにはないもの。多いね、ここにはないもの。これどうしよう。歌詞間違えたらどうしよう。3。何がいい？ここにはないもの多いんだね。価値あるもの好きだよ、でも待って でもさ、歌ったことないよ私。ああ、今話したい誰か、確かに今誰ね。歌詞さん欲しいよねこれ、ちょっと待って じゃあその、あ、もう一個ぐらい言っとく。4択、もう一つ。なんかさ、ユニット曲とかよくない？あんまり普段聞かない、私が歌わないようなやつ。なかなかだ、なかなか。ひと夏昔歌ったね、乃木曜日で、懐かしい。あ、アナザーゴースト。ああ、うわあ、目には見えないものか。確かに。そんな感じ。路面電車。おばあちゃんはむずいて。ああ、マシンガンレイン、懐かしい。制服を脱いでさよならを。決断力ないんですよ。あ、全部夢のままね。確かに。何言ったっけ。あ、命の冒涜、ここにはないもの、今話したい誰かがいると、もう一つだって。もう熱烈なアピールして、今これ歌ってほしいって 私がそのコメント探すから。そう、そうなんよ。これどこみたいんだ。三色パン 確かにね。ここにはないものを入れた、入れた。ちょっと待って すごくアピールして。あ、びっくりマークいっぱいついてきた 低体温のキス好き好き。え、甘いエビデンスね。ありがち。立ち直り中。君に送る花がない、ありがちな恋愛。価値あるもの、いつでき、立ち直り中、釣り堀。あー、ちょっと待って、どうしよう 全然決まんないじゃん ちょっと待って、じゃあさ、一瞬ちょっと待って、歌詞持ってくる、私絶対間違えるわ よいしょ、なんだっけ。
じゃあもう一つ投票取ってる間にもう一つどれがいいかな。いるよ、帰ってきた、ごめんね。ありがちにしようかな。じゃあいっぱいいるから、じゃあその4択でいきたいんですけど、なんかやり方を、ここを押したら出てくんじゃない？あった、投票で選択肢4にして投票開始。あ、待って、じゃあ選択肢言うね。1、命の冒涜、2、ここにはないもの、3、今誰、今話したい誰かがいる、4、ありがちな、ありがちな恋愛。うーん、じゃあ投票開始するよ、せーの。できてんのこれ現在投票中。うわー、え、どうなってんのこれ、できてんの。おお、いっぱい来た、4が。だって命の冒涜歌ったばっかやん、この前。なんか私的には234のどれかを押していきます。今誰来てくれ、だって。これさ、なんか秒数とか勝手に測ってくれてんの、私が止め、あ、終了するを押せばいいのか。これ途中経過とかないの、歌詞調べる前に決めた方がいいか。そう、ここにはないもの、ここにはないもの、1年前か、懐かしいね。そろそろ終わってみる？じゃあ10、9、8、7、6、5、4、3、選択肢忘れた、ちょっと待って。1、命の冒涜、2、ここにはないもの、3、今話したら誰かがいる、4、ありがちな恋愛、5、4、3、2、1、0、終了。うわ、うわ、めっちゃ僅差、29.9% で2番のここにはないものになりましたが、あの 4番のありがちな例も 28.1% で、その下も 23.5% で3、今誰。すごいね、こんな僅差になることある。だから2番になったが、ここにはないものかここにはないもの、歌詞ありました。でちょっとってなるとやっぱりサビなん。さよなら言わなきゃ、ずっとこのままだ、微笑む瞳のその奥に、君は瞬きさえ我慢しながら涙を隠してる。寂しさよ語りかけるな、心が折れそうになる。人は誰もみんな孤独に弱い生き物だ。それでも一人で行くよ、まだ見ぬ世界の先へ、夢とか未来を僕にくれないか、ここにはないものを。合ってる？こんな感じだったっけ？ちょっと久しぶりで、ちょっとドキドキしちゃった。ありがとう、こんな感じでよかった？大丈夫、ついでに2番も歌っとく。ありがちな恋愛、そんなに僅差になると思わなかった。同じ方向に並んだらチェーンの理屈、幸せが存在する、僕が守りたいもの、そこにあるのかが、ユナの歌割りだったな最近。未来通りかかった道端で考えた、ありがちな恋愛のその結末はどれも同じで、そう知らぬ間に二人別の道を行く、愛よりも大切な夢を見つけたのなら、現実はいつだって退屈なものだ。はい、終わり終わり終わりはい、じゃあこんな感じで終わりです。ありがとうございましたそしてじゃあ無行日選手権やりますね。これ、パンプキンタワー、もうすぐハロウィンということで、こちらのかぼちゃの置物をどれだけたくさん積み上げるかを、られるかを競います。制限時間30秒以内に最もたくさん積み上げたら、られたらメンバーがご褒美ゲットです。でね、おとといあやめんが4つ、久保さん昨日5つってなってるんですけど、ちょっとできんのかな、5つを目指してやっていこうと思います。
じゃあ30秒いきますね。そう、皆さんからちょっと見えないらしいんですけど、あの、まあ想像でお楽しみください。いきます、よーいスタート。1、2、3、あ、手震える。4、あ、これ無理だな。今4、5、やばい、あとね10秒ぐらい。6、待って、6いきたい。できた待って、6できた。これは7に挑戦する。いや、どうしよう。でも6で止めておく。ちょっと待って、いや6に終わっちゃった。これさ、見せれないからさ、なんか、え、すごくない？今、待って、1、2、3、4、5、6、6、6、6、できた、できた。一応7乗せてみる。あ、無理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 、やっぱ7は無理だ。じゃあ6、やった。みんなひらがなで書いてる。柴田、やったー、6、6つ、じゃーん、6つ、柴田優奈。よしよしよし、あとは木金の2人がどうなるかってことですね。やったやった、久保さん7個に挑戦してダメだったの。そっか、そうね、ちょっと難しかった。今は18分なので、あと10分ちょいですかね。はい、宿題はいいか、とりあえず。じゃあお話ししよう。何話す？明日の人7行ったらいいですね。だってダメよ。井口さんの背番号、確かに。でもみんなそれ言ってる。髪黒い？そう？髪さ、この前切ったんだけどさ、もう長くない？伸びんの早いんだよ、髪の毛多分。ストレートが一番落ち着く。うん、大好き。でもなんか、やっぱ耳かけてた方がいいね。どっち？こっち？いや、こっちだな。わかんないね。こんな感じ？どっちでもいいって。ペンギン抱えて、あ、この子のこと？名前あんの、この子。もう一曲いこう、だって。もういいよ。でも、そうね、乃木坂の曲じゃない歌を歌える機会がまたあったらいいけどね。あの、たまにリアルイベント、乃木恋とかの、そういうイベントで自分で企画できるときは歌をカラオケしたいですって。そこぐらいしかさ、歌う機会が本当にないからさ、したいですって言ってカラオケしていろんな方の曲歌ったりするんだけど、最近はね、歌い方がね、いろいろできるようになった。結構そのなんだ、平成ソングとかってさ、癖強いじゃん。ちょっと癖がある乗り方とか、癖のある歌い方 を真似してみたりして歌うから、宇多田さんとか安室ちゃんとか、そんな感じで、そう、真似して そういう歌い方もできるようになった。楽しい。うんね、スタタン楽しかったよね。毎回毎回いろんな方の歌歌えて、うん、オートマティックも歌うし、うん、歌うね。ファーストラブもめっちゃ毎回歌う。料理してるよ、結構。この前はね、スープ作った、大根の。うん、そうね、本当に歌う機会ないよね、なかなか。だからさ、この前の乃木中はすごくレアだったよね、こう乃木坂以外の曲歌えるっていうのが。まあ歌はちょっと、もう私どうなんだろう。たくさん悩むことはありますけどね。歌ね、もっと上手かったらなーって思うこともありますけど、でも久保さんがこうやって言ってくれるから大丈夫。
元気。入れる思いもね、昔より上手になったよ。青い珊瑚礁とかもカラオケで歌うかも。前より上手になった。高音が出しやすくなった。そう、無音祭りだよね、配信中の方は。いやー、本当に歌はね、好きだよ。歌うことも好きだし、聞いてほしいけど、まああるんだよ、いろいろきっと。 そうそうね、また歌えたらいいね、どっかで。歌に自信はないけど、歌うのは好き、楽しい。でも歌には自信ないけど、自分の声はもうたくさん褒めてもらったから、ちょっと自信持てるようになったかも、前より。声は別に嫌いだったわけじゃないけど、ちょっと好きになったかも、自分の声。なんか他の人と違うかもなと思って。元気ない？だってめっちゃ元気。 めっちゃ元気。すっごい元気だよ。そうそう、確かにね、ファッキーとよくカラオケ行くんですけど、ユナのそういう歌声知ってるのはカッキーぐらいかもね。こう、乃木坂以外の歌い方、ヒゲダンさんとか歌う時の好きだよって言われる。そういう J-POP 歌ってる声、歌い方いいねって、そういうの歌ってほしいんだけど って言われるけど、 なかなかね、歌う機会がないからね。ねえ、カラオケは別に得意じゃないよ。歌も得意じゃないけど、好きなだけ。カラオケ多分得意じゃないと思う。この前の乃木中のは、歌いやすい曲がなんか回ってきた。そう、点取りやすい曲っていうかさ、ま、世の中的にも点数取りやすい曲だったからだよ、きっと。私の実力はないよ。カラオケは得意じゃない、全然。あれは点が取りやすかっただけだと思う。ちょっとまだ早いか。今、宿題出そうとしたけど、じゃあ一旦先言っとくか。次回のメンバーに宿題を出したいと思います。まゆたん。まゆたん。明日、まゆたんです。このペン、いけるやつ。まゆたんに何がいいと思う？田村。まゆたん、まゆたんってハートって感じだからハートつけちゃった。 まゆたん何がいいかな。可愛いことさせようって言ってもまゆたん普通にやっちゃうからさ、なんか「やだよ」って言いつつ全然ノリノリでやるから。 まゆたん、まゆたん、まゆたん、最近会ったっけ、まゆたんと。いつだろう、あったの。ちょっとまゆたんに会いたいかも、そろそろ。ああ、なるほどね。ああ、ものまね、あーにゃ。かわいいよね、めっちゃ。まゆたんの声好きだよ。アイドルっぽくて、すっごいかわいい。ラップって何？ まゆたんラップできんの？やっぱ田村まゆですってやってほしいの、皆さん。アーニャのモノマネめっちゃ多いね。ああ、逆にね、かっこいい。イケボ、低い声って。1週間前会ってるよね、だって。なんで知ってんの？ モバメに送ったのかな、まゆたん。1週間前何してたっけ？会ったっけ？まあ、多分会ってる。先週も、今週ってまだ始まったばっか。まあ、いつか会ってるさ、最近。猫耳とかあんの、ここ。ああ、でもありそうだ、めっちゃありそう。あ、ミーグリで会ってるか。何やってもらおうか。別にやってもらわなくてもいいんだけど。宿題何がいい？なんか、まゆたん。何がいいかな。あ、ミニライブね。合ってる合ってる、確かに。
って何？マユタもラップできんの？オッケー。お腹鳴ってる人います。モノマネしてほしい。よし。じゃん、まゆたん、え、アーニャのモノマネしてほしい。久しぶりにデートしよう。ゆな、まゆたんと最後にデートしたのはいつですかね。もうずいぶん行ってないので、二人でっていうのは。ご飯また行きたいなって思って書いてみた。デート、あ、もう時間全然ないやん。あと2分、1分半ぐらい。何話す？あ、写真、こいつも連れて。こんな感じ。みんなさ、ポーズ何すんの？あ、小指立っちゃう。ピースできないんだよね。あー、恥ずかしい。こんな感じ。あ、バッティングセンターいいね、行きたい。うん、明日ドラフトだ。そうだ、木曜日だ。明日楽しみにしてんだ。パンチくださいだって。懐かしい、なんか握手会とかでやってたの昔。うん、ピアス開いてないよ。これイヤリング全部300円。うん、終わっちゃうよ。また女の子みたいでウケるってどういうこと？女の子なんですけどね。あ、クリスマスめっちゃ楽しみなの。話変わるけど。クリスマス大好き。最近もうクリスマスをさ見てさ、ワクワクドキドキして、いや、前世クリスマスの人だったのかなと思う。なんかサンタさんとかさ、クリスマスに関係ある人だったと思うんだ。それぐらいワクワクする。もうクリスマス大好き。クリスマス、前世クリスマス。違う、まあそんな感じ。きっとサンタさんだったんだと思う、私は。違うか、そんな、あの、人になんか夢とか与えてないか、そんなサンタさんほど。 そう、クリスマスの人だったと思うので、今の楽しみはクリスマスです。はい、ではもうあっという間に30分経ってしまいまして、また明日もぜひまゆたんの乃木曜日を見てください。どうやって終わるんだっけ。ありがとうございました。バイバーイ。バイ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 バーイ。